えぐじゃん、えぐ。待ってます。なんだよ。危ない、今やりすぎた。来るかな。はあ。やっか、やばい、やばい、やば。それはやばい。やば、それはやばいわ。それはやばいわ、逆に。逆にやばいです。逆にやばい。熱い。熱いっす。よし。えぐ。飛んでた飛んでた。やっば、ちょ、もっと軽く振って。あ、はい。いや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 、めちゃめちゃ重いよ、もうほんまに軽くで。もっと難しいっすね。いや、難しくないんだよ。150ヤードぐらい打つぐらい。一回昔俺見してたよ、100ヤード打つかなって。次あー、打ち分けるの、打ち分け、鳥の打ち分けの膝立っての、それまた難しい。100ヤード打ちますね。100、いきなり結構難しい。下手すぎやろ。150、なんでいきなりのミニ100からいいよ。バリブルスです。おー、うまい、うまい、完璧。150いってます。はい、はい、次300。なんでやねん。うまい、うまい、うまい、完璧。150余裕で超えてる。そんなに150とか。で、200いってます。いや、今のが置いてるって。マジっすか。入ってます。200ですね。うまい、うまいじゃん、うまい。おお、めっちゃうまい。今のぐらい打ち続けてほしいわ、むしろ。なるほどなるほど。今のぐらい、今のぐらいでいってドリルやねんから。どこが今のぐらい。まあ、それぐらいだよ、それぐらいだったら250。なるほど。うん、まあ、それぐらい、それぐらい。だってもうこれで普通の一般マンの人の大概にもうドライバー刺すねんから。次何ヤードいきますか。いや、今、同じくらいやで。あれ以上、今ぐらいですか。じゃあ、あれ以上打つなんて。マジっすか。おお、綺麗。めっちゃ綺麗。久しぶりちゃん、ひだたちの動画、はい、でも、ひだたちの動画、マジで再生数いかへんから。間違いないですね。手っ取り早いのにな。ねえ、はい。おお、綺麗、綺麗。それ綺麗。なんか年さんっぽい。マジですか。本当に本当に年さんみたいな感じです。あの人に近づいたらエスを。おお、綺麗。うん、綺麗。ドリルっぽい。綺麗。初めて言われた。やっぱり平田ちゅでもちゃんとフィニッシュのところで止まらないとダメですよね。はい、わかります。なんか
なんかよくアップされてる方とか、まあ、インスタでもハッシュタグ WGSL つけていただいて日立ちやってる、はい、見るとやっぱり日立ち売ってるとマネしてこういう感じでやってみて、それマネ、うん、これダメです、これダメです。フィニッシュ。膝立ちでもこういう感じでちゃんとショットにつなげるためのドリルなんです。レッスンしようで、レッスンよ、今レッスンしようですよ。この見てる方たち全員一人100円スパチャで100円でいいんですか。ここは大サービスで、TM ドリルなんての確かに破格ですよ、破格ですよ、はい、マッターも言ってたもん、安いって、はい、1回なんかで怒られたもん。いや怒る、普通に突っ込まれたもん、安すぎでしょだってだでもさ、そのクライアントでコンサル受けてるクライアントの方からしたらさ、コンサルフィーってまあ言っても高額なわけ、あ1回単価にしても高額やろ、ブログマガジンでなんでそんな安い値段で出すのっていう、それはまあお叱りを受けても叱るべきかな。そうそう、優しすぎます。そうやね、なんで優しいもって言ってそれぐらいで売ってほしいわ。それぐらいやったら全然売ってていいわ。ドライバーちょっとだけ飛ばしですちょっとだけさ、いや、サボカーで、ふーちゃんのちょっとはほんまにちょっとじゃないからちょっとだけ振ってみよう。ちょっとだけいいですか。アホや、これアホや、ほんまアホや、やると思った絶対。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.